みなさんこんにちは、みほです。みほですじゃなくてみーです。今日はすっごく久しぶりにコストコに行ってきました。みーみの学校行ってる間にね、30点買ってきました。買う時にもう買いすぎかな買いすぎかなって思ったんですけど、いいよいいよとかってカメくんが言うので、ついついカゴに入れてしまいました。はい。炭酸水1078円、じゃがみ998円、サバ水煮缶899円、オーガニックメープルシロップ1698円、有機パスタソース1398円、グラノーラ1598円。これは子供たちがお腹空いた時にほら小分けになってるグラノーラで、ここにヨーグルトかけたり、うん、あの牛乳かけたりして食べればいいかなと思って、おやついろいろ入ってる。なんかチョコレート味とミックスベリーです。チーズのり巻き1498円、のり巻き巻き巻きのり巻きクッキー、ほらチーズが中に入ってて美味しそうなんです。中に入ってる、食べるよ、いただきます。懐かしい、これミミ学校帰りのおやついっぱいあっていいでしょ。チョコレートクレープ758円、チョコレートクレープ、ほらこんな感じ。うわえ、いいじゃん。どうですか、めっちゃ久しぶりのチョコレート、おいしい。チョコレートがムース、ムースヌテラみたいな感じ。ヌテラ大好き。それは亀くんチョイスの、どう、ありました。オーガニックベビーリーフ498円、ハンドタオル12枚セットで1788円、安い。このタオルリピートなんですけど、すごいさ分厚くて結構大判で丈夫なタオル12枚入って1700円だから安いよね、うん、これ結構ね何回洗濯しても濡れない、おすすめです。ちょっと大きいよね。正直さ、これを買いに行ったみたいなとこあるよね、今日は。そうタオルがなくなってきたから、あ、そうだね、今日じゃあタオル買いに行こう、じゃあコストコ行こうみたいになったらね。チェバッタロール798円、これすごいです、ほらこんなに入ってる、20個入ってる。お米のパンみたい。素朴な味、塩パンみたいな感じ、うん、うーん、バターいる？いる、バターとの方が合う、うーん、バターは無縁じゃないバターが合うチーズトッポギ1178円、雑穀ご飯の素1480円、こちらもね16種類も入った雑穀米で、ジェスちゃんが買ってきてって言ってたんです、雑穀米が食べたいって。ちょっと開けてみます。おー見て、ほらこれね、お米2合か3合の中に入れて炊くの。大豆のお肉1198円、まあ大豆のお肉、それみほさん好きだよね。私これね簡単だから好きなの、お料理が、うんうん、お肉とかがさない時に、うん、あもうこれ使っちゃえみたいな感じで、ほらこうやって麻婆茄子とかさ、ーミートソースとかすぐ簡単に作れるから好きなんですよ。あれミンチタイプ、湯戻し水切り不要だって。前回はさ水で漬けてふやかすやつだったのね。あ、そうなんだ。あ、じゃあもっと簡単なやつだ。へえ、よかったね。よかった、知らなかった。いろいろあるんだね。ほらこれはフィレタイプとか、え、あ、ほんとだ、ブロックタイプとか、あ、いろんな形があるんだ。え、知らなかった。でっかいのもあるじゃん、いいね、うん、え、これはいいの買った。小籠包25個入り998円、のりフレーク1498円、これでも300円割引になってます。こののりフレークは開けたら3袋入ってました。卵20個入り295円、キムチうどん868円、スパイスカリーチキン1798円。見てこれすごいね。もうじゃあひっくり返していい？うん、いいよ、いきます。はい、じゃーん、おお、わー、おお、すごい、なるほど、結構玉ねぎとか入ってんだね。ミミがピアノ弾いてます、いい音色です。
これを任せて焼く、うん、これでやってみます。おお、焼けました。いや、美味しそう。わあ、美味しそう。え、いい感じじゃん。すごくいい感じ。これはすごい。このままテーブルに出して食べるか。ほ、いいね。美味しそう。生ソーセージ2698円。里芋 1kg 568円。さつまいも 1.5kg 598円。フランスサンタンドレ 200g 928円。これはね、私がすっごいおすすめのチーズで本当に美味しいんですよ。もうこれさ、すごいよ。内装ないからいきなりチーズ入ってる。もう雪のような白さですね。すごいですよ、このふわふわの。わかる？うん、これね、本当にすごい、ものすごく美味しいの。びっくりするぐらい。だからコストコ行ったらもう絶対買いたい。いきます。このふわふわの雪景色の中、お最初の一歩。いや、消えて。一緒にやりたい。じゃあ一緒にやろう。じゃあケーキ入刀。ふわふわな感じ。うちも食べる。わかったよ。昔はさ、ミーミー、こういうチーズさ、いらないって言ってたから、心の中でやったって思ってた。分け前がどんどん減ってく。子供が成長したら、私の楽しみが。いいよ、僕食べないから。どの分まで食べて。常温に戻すと、もうちょっと柔らかくなるから、そちらの方が美味しいと思うんだけど。ハンバーグよか、これまず。だってまず分かんないかもしれないで美味しいか。後で残されたら嫌だもん。ふわふわ。うん、いただきます。苦い。うん、ナンバーワン、ナンバーワンチーズ。おいしい。すっごいおいしい。苦い。後味がほんのり甘くてめっちゃおいしいけど、最初ちょっと苦い。うん、お子ちゃまにはちょっと無理無理な感じ。うん、うん、もういい。これだけお子ちゃまじゃない。え、うん、おいしい。あ、そういえば10体になったもんね。もう2桁だから。うん、すげえ。いい。早く3桁行きたい。いいな、俺も早く2桁なりたい。フランスピエダングロア928円。ピエンってことでいいですか。ピエン。これは今日初めて買うんだけど、これもカマンベールっぽいのかな、美味しいのかなと思って買いました。私チーズ大好きなので。いいですね。はい。タコわさび 400g 988円。おうち居酒屋します。キウイ 1.6kg 1498円。ビビーキウイ638円。食べたことないよね。どんな味なんだろう。とっても可愛いです。美味しい。これ美味しいよね。うん、うん、甘酸っぱくて美味しい。これはいいわ。スナップエンドウ498円。どんぐらい入ってるんですか、それ。これは 907g。 合計 33,460円。お買い上げ点数30品。おー。じゃあこれからね、これを片付けていきたいと思います。見て、ほら、冷蔵庫結構空っぽだったでしょ。ちょうどいいです。さすがですね。コストコ日和です。これでね、当分生き延びられますよ。じゃーん、これも洗って食べます。わー、おいしそう。でっかいね。じゃあ今日の夕ご飯です。では私も紹介して、どうぞ。いただきます。おいしそう。どんな味かしら。うん、めっちゃおいしい。そんなおいしい。すっごいおいしい。柔らかいチキンが。このキウイなんか黄色い液体出てる。違う違う、それさ、このチキン、カレーチキン。あ、なんだ。ミミはまずベビーキウイ3個連続で行くんですね。ベビーね。
ベビーじゃないの？あ、ベリーなん。ベリーって書いてある。あ、ベリーなんだ。今日はね、久しぶりにコストコに行ってきたんですけど、本当に普通のね、普段行ってるスーパーとは違って、もうちょっと遊園地に行くみたいな気分で楽しかったです。普段見たことのないようなものがたくさんあるからワクワクしてね、カメ君と一緒にワーワーやってました。カメ君なんか走り回っちゃってね、ヤッフーっつってね、ヒミだーっつってね。してません。あ、ミミさんやめてください、食事中です。すいませんね、僕の声で、ね、ノリノリになっちゃったんですよね。はい、そんな感じで走ってました僕は。いやでも本当コストコに行くと、私ちょっと一つ不安なのは、はい、買いすぎてしまうとか、どこにしまえばいいんだとか、もう食材余らせたらどうしようとか、結構そういうのが不安になりつつカゴに入れちゃうみたいな。でも絶対に無駄にせずに使い切りたいと思います、うん、皆さんまたコストコでこんな美味しいのあるよとか何かおすすめありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。では次の動画も楽しみにしていてください。バイバーイ。うまっ。